またハロウィンのお便りですね。いぶしたにしんさんからです。ありがとうございます。りきちゃん、突然だけど助けて。ハロウィンに向けてちょっとした作り物をすることになったんだけれども、ハロウィンってお菓子、かぼちゃ、怪物、ドクロ、魔女、黒猫以外に何かアイテムあったっけ？これだけじゃ空白が埋まらないの。今コーヒー飲みながら浮かばねえってなってる。助けてという、お便りでございます。はい、なんかハロウィンのなんかポスターとかかな、なんだろうわかんないけど、お楽しみ会のなんかあれとかかな。なんか壁に貼るやつ、幼稚園とかのそんなの想像してますけど、でモチーフがね、ハロウィンのモチーフ、スーパーのハロウィンフェアみたいなやつかもしれないね。お菓子ね、お菓子も大体あれだもんね、何でもいいわけじゃないもんね。あんま板チョコとかじゃないもんね。キャンディーとか、まあケーキもなんかさ、普通のショートケーキの画像じゃダメなんだもんね。ね、なんかパンプキンケーキみたいなやつとかさ、なんかね、そういうのにしないといけないし。で、かぼちゃ、ドクロの顔のかぼちゃ、怪物。怪物っつって広いけどね。怪物くんかもしんない。フランケンシュタインとかドラキュラとかね、あっち系狼男が、本当に怪物くんだけど。ドクロ、ね、魔女、黒猫、あとね、コウモリ。コウモリいるでしょ。もう隙間があったらコウモリで埋めときゃいいんだ。まあ、あとなんだ、大体これで埋まってるもんね。あとはなんか怪しげな三日月みたいなね、怪しげなお月様とか、なんか夜のモチーフにするか。あとはまあもうさつまいも、銀杏、サンマ、栗、戻りガツオハロウィンフェアで戻りガツオ売ってたら俺買っちゃうな、絶対な。お得じゃんっつって、ね、もみじ、もう何でもいいんじゃない。もうもみじ転結のもみじ、これいいんじゃないですかねもうそうやってだんだんね、さっき言ってたけども、だんだんこうね、ジャパナイズドされていきましょうよ、ね、普通にケンタッキーとかもう持ってきていいだろうしね。あれケンタッキーのさ、崩して中にシチューが入ってるパイね、あれね、サク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 ってやつね。月見バーガー、ね、あ、もうお月見と合体させようね。お月見のね、お団子が一個一個がもうね、なんかシャレ神戸になってりゃいいじゃないダメだ、もう完全にふざけちゃってね、今コウモリから先一個も役立つアドバイスをしておりませんけどもね。まあこういうところはね、ちゃんとコメント欄の皆さんが補足してくれてると思いながらね、私は、ラジオをやってますけれどもね。あとなんか松茸、もっと おぞましい松茸ね、赤いイボのついた松茸とか、そっち系で一体もいいんだけど、これ何かわかんないんだけどね。ね、そう、目が完全に赤く濁ったサンマとか、ね、これはちょっと買わねえなってなるんです。結構あるよ、サンマの売ってる時さ、目が真っ赤に濁ってしまってるサンマね。こういう感じでね、なんだかうまいことね、まあね、もっと広く秋というものはあるしね、秋のものをちょっとこう腐らせれば大体ハロウィンになるという風なね、気持ちのいい、そういうね、気前のいい感じで、挑んでいけばいいんじゃないでしょうか、ね。とりあえず隙間はコウモリで埋めときましょう。